アンソニー・ヴィンセント・ベネディクタス・コリンズは、イギリス出身の指揮者、作曲家、ヘースティングスの生まれ。17歳から、地元の市民オーケストラのバイオリン奏者となったが、第一次世界大戦で、イギリス陸軍に招集され、戦後の1920年に、王立音楽大学で、アキール・リバーデに、バイオリン、グスターブ・ホルストに作曲を学んだ。1926年に、 ロンドン交響楽団の首席ビオラ奏者となり、コベントガーディオオー王立歌劇場でも演奏した。1936年に指揮者に転校し、カール・ローザ歌劇場、サドラーズ・ウェルズ劇場の指揮者を務めた。1939年にはアメリカに渡り、ハリウッド映画の作曲家として活動しながら、指揮者としてアメリカとイギリスの間を往来した。古巣のロンドン交響楽団とは良好な関係を、 たもち、シベリウスの公共曲全集などを録音している。1950年代末には演奏活動を停止し、ロサンゼルスにて死去した。 クラシカルドットコムハット http コロンスラッシュスラッシュ www.musicweb-interna-tional.com スラッシュ clasrv スラッシュ octqq スラッシュ sibcoolins.htm ありがとうございます。